都市伝説。カルドでもフェッ。ここよ。一人目の支配の律者が誕生した場所。いい大学ですね。人形体内のコアを解析した結果、律者に関する情報を手に入れた。ただし、情報があまりにも乱雑で、終わりのないパズルのようだ。しかし、逆探知により1体目の人形が現れたと考えられる場所を絞り出した。ニュージャージー州の大学、宿主は医学部の教授だ。ちなみに今は宿主という言葉で人形の元となった人間を表すことにしている。彼を見つければいいのね。もし彼がまだ生きていればだけど。ああ、できれば本人を助けてほしい。もし失敗したとしても、人形を持って帰ってきてほしい。人形のコアを破壊しないように注意してくれ。中から情報を抽出しなければならない。一体目となる支配の律者のコアは、最も重要なものなんだ。どうして？家系図を想像してみよう。最初は二人だったが、どんどん数が増えていき、木のようになる。支配の律者もそうだ。もしそれが本当に1体目の人形なら、それを基準に他の個体との違いを比べることで、律者の誕生法則、電波規律、能力原理の面から鍵となる情報を入手できるかもしれない。もちろん家系図はあくまで比喩表現だ。実際の計算はもっと複雑だろう。だが何があっても、この一つ目のかけらは僕たちにとって必要なものになるはずだ。私たちの任務は、大学に潜入し、その教授のことを調べ、できれば本人、もしくは人形を見つけて、ネゲントロピーに連れ帰ってくることね。天命のヴァルキリーたちも、律者コアの回収をしてるし、きっと、ヨルムンガンドも動いてるわ。だから、一体目の人形は、すでに彼らの手の内にあるかもしれない。それでも、できるだけ情報を持って帰りましょう。わかりました。四季の律者の方は？残念ながら、まだ彼女の行方はつかめていません。しかし、彼女は私の体内にあるコアとまだつながっているため、たまに断片的なものを感じます。断片的？視覚や感覚のようなもの？ええ、でもどれも一瞬だけですが。彼女が心配なの？ええ、彼女は律者ですが、その根の部分は悪くありません。このまま放っておけば、また崩壊の意志に狙われる恐れがあります。じゃあ、コアの力を使って彼女を探すことは？できないと思います。どうして？変なんです。コアは私の中にありますが、四季の律者の力は彼女が主導権を握っています。都政の羽の一枚の羽を頼りにこの世に存在しているのです。綱引きみたいなもので、私が律者の力を使おうとすれば、彼女を自分の方へと引き寄せなければいけません。しかし今の私にはできない。綱の反対側は彼女がきつく握っていて、どれほど力を入れても動かないのです。もちろん都政の羽の称賛、それと
私自身の力がまだ回復していないことも関係しているとは思いますが。負荷の体はその影響を受けてるの？任務の遂行に問題はありません。学園長、お気遣いありがとうございます。学園長負荷の過去を知った今、学園長と呼ばれるとなんだか変な感じがするわ。そうですか。でもあなたはセイフレイヤの学園長なんですから、事実を口にしたまでです。ソルトレイク基地のことを聞きました。皆さんは大丈夫ですか？ブローニャの状態は安定してるわ。律者の力は奪われたけど、体の方は大丈夫よ。安全のためキアナにはしばらく任務を与えず、施設内で待機してもらってる。ええ、もし支配の律者の目的が律の力なら、その判断は賢明です。ただまた部屋にいてもらうことになるのは申し訳ないわ。せっかく自由に行動する権利を手にしたばかりなのに。キアナはそんなことを気にしないと思います。だから申し訳ないと思うのよ。セイフレイヤーにいた頃だったら今頃大暴れしてるのに。あんなやんちゃだった子が今はもう大人になっちゃって、早く永久バルキリーになって任務に出たいって騒いでた日々が懐かしいわ。気づいたらキアナは大人になっていて、聞き分けも良くなり頼もしくなってた。あの子の変化を見ると、なんというか嬉しいけど同時に辛くもあるわ。学園長、そんな彼女を見てるとたまに過去のことを思い出して、またあの無邪気な笑顔を見せてほしいと思うの。今のキアナの笑顔はもう昔とは違うものになったわ。でもそれもいいことだと思う。人は前を向かないと。彼女たちの選んだ道を信じてるわ。キアナもブローニャもレイも、もちろんフカもよ。私？あなたもセイフレイヤーの一員でしょ？ありがとうございます。さて、年長者のおしゃべりはここまでにして任務を開始しましょう。学校に潜入するためわざわざこの格好で来たんだから。似合ってますよ。おい、間違ってるぞ。あ、間違ってる？この入り口は通行禁止なんでしょうか？違う違う、ここは大学。小学校なら向かいだよ。小学校？あ、実はですね、ケビンさん。この子は私の妹なんです。妹の夢はこの学校で勉強することなので、今日は見学させるため連れてきました。ああ、なるほど。ああ、友達の娘もちょうどこの子と同じくらいの年で、ここの学生になりたいと言ってたな。お嬢ちゃん、どの学部を目指してるんだい？お姉さんと同じ学部かな？私は、そうなの。お姉ちゃんの学校はすごく綺麗って聞いたから、中に入って見てもいい？ああ、もちろんいいさ。ちゃんと勉強して夢を叶えるんだよ。うん。可愛らしい妹さんだ。これ以上邪魔はしないでおくよ。ありがとうございます。なんなの？どうして私の体は子供のまま止まってるの？まったく不便だわ。それはむしろ羨ましいことなのでは？腹が立つ。
もうこんな格好二度としないわ。とにかくまずはあの教授の研究室から調べましょう。こっそり忍び込むわよ。この学校はセイフレイヤと少し似てるわね。久しぶりに学園に戻りたいですね。でも生徒はあまりいないみたい。夏休みだから皆さん帰省したのでしょうか。そういえばそうだったわね。セイフレイヤは夏休みでもみんな学園内にいるから勘違いしちゃったわ。ここが彼の研究室ね。結構散らかっていますね。何かないか探してみましょう。手がかりがあるかもしれないわ。講義の時間割り、ああ結構入ってるわね。ローンの通知書に電気代の催促状。どうやら経済的なトラブルがあったようです。これは日記でしょうか。あの教授の日記？名前からしてそのようですね。見た感じは普通の日記ね。5月15日あれ、今月も半分が過ぎた。まだ返答はない。5月17日、ああまた不採用になった。クソ、なぜこの研究の重要性がわからない。すでに7つの医学誌に不採用を食らった。もういい、ここまでだ。誰もこの革新的な課題を理解していない。ネガティブな感情を随分と溜め込んでたようね。終わった。今月も進展なし。お金も全部ローンの返済に充てた。昨晩劇場の夢を見た。これだわ。劇場は非常に広く、ゴシック建築のようで、映画で見たビクトリア朝を思い出す。しかし中には誰もいない。まるで私のためだけに作られたみたいだ。かすかに声が聞こえた。私はここにいるべきだと。みんなはここにいるべきだと。みんなとは一体。そう、そうだよ。一人の声は小さく弱い。だからもっと仲間が必要で、もっと多くの声が必要だ。待て、私は一体何を書いている。はあ、ストレスが溜まりすぎているのかもしれない。またあの劇場の夢を見た。私は誰かに背中を押され、舞台の中央で歌って踊っていた。誰かが拍手してくれた。その音は木材がぶつかり合う音のようだった。精神科を予約した方がいいかもしれない。おかしい。私はあの劇場の夢を期待するようになっている。
昨日は一日中眠っていたみたいだ。何の記憶もない。目覚めた時、目の前には木星の私が座っていた。この木星の私が人形ね。その身長も座る姿も顔も私とそっくりだった。ああ、わかった。あの劇場こそが私の帰る場所。私を待っているんだ。これは劇場がくれた贈り物。現実の私の身代わり。支配劇場へようこそと、夢の中で誰かが私にそう言った。いや、違う。あれは私の声だった。私が自分に話しかけたのか。歌う、解剖、手術、解剖、支配。支配、解剖。このページ、何も読めないくらい塗りつぶされていますね。夢の中の声、支配劇場、それと謎の人形。どの被害者も似たような経験をしているわ。現実で人形が生まれた後、彼らはおかしくなって気を失い、さらに失踪するケースもあります。そして人形は彼らを演じ、彼らの代わりに事件を起こします。支配劇場は奴らの本拠地ってことね。ブローニャとゼーレの情報によると、例の劇場は異空間のようだった。人形たちは自由に劇場を出入りできて、他人が入ることを拒否することもできるかもしれない。まるで改札員のようね。残念なのは、日記に他の手がかりがない点ですね。だからここに残っているのかもしれませんが、職員寮に行きましょう。それと警備員に教授が失踪した当日の詳細を聞いてみましょう。わかった。職員寮には私が行くわ。警備員の方は負荷に任せるわね。私が行くと、きっとまた子供扱いされるし。警備員は確かここら辺に。私に何か用かな。君、体に異物があるみたいだね。人形？私が助けてあげようか。ん？あ、君、どういうことだ。何がですか？律者コアの気配を感じて往診に出たというのに、君のは血栓のような、違う、種物、それも違う。君は自分の力を扱えない偽物の律者か。あなたは知らなくてもいいことです。どいつもこいつも気分が悪いのに隠そうとする。それじゃあ治る病気も治らないだろう。リラックスして私の言う通りにするんだ。ちゃんと治療してあげるから。自分のことだけ心配してください。最近の若者は言うことを聞いてくれないな。医者の言うことはちゃんと聞きなさい。
ようやさすがにこれはかなわない。逃げるが勝ちだ。待ちなさい。逃がさないわよ。お、神の鍵、面白い。でもこんな死んだコアよりも生きてるコアの方がもっといい。何せ解剖は法医学の専門だから。あなたたち一体何が目的なの？目的？お嬢さん、医学の最終目標は何だと思う？人類の進化に決まってるだろう！まだわからないか。崩壊は病なんかじゃない、抗体だ。人類にとって良薬なんだ。学園長、多分そいつと話しても無駄です。おや、もうやめるのか。いいだろう。じゃあ手を動かすとしようか。何をする気？これはただの体だ。まだ人類だった頃の私と一緒だ。私の意志も精神もとうに仲間たちと支配劇場と一つになった。私が一人でも生き残れば私は死なない。見るがいい、私たちはどこにでもいる。私たちこそが人類の理想的な姿。勝利は私たちのもの。やれるものならやってみなさい。これがあの教授の人形ね。コアは避けておいたから、持って帰って博士に渡しましょう。ええ、しかしどこかおかしいです。フカもそう思う？なんだか不安になるぐらいうまくいきすぎてて。奴らは仲間や自分の犠牲を全然気にしていない。まるで本物の木彫り人形みたいだった。なるべく早く皆さんと合流しましょう。ええ。